ぽよっこでやってきました。こんにちは。まんこです。はい、今日は、いじめ動画のシリーズになります。はい、前回はですね、教頭先生とお話しして、いろいろ暴露させていただいたんですけども。でね、かなりね、マキとね、いい雰囲気になってたんだけど、その次の日になって、マキと私たちの関係は、まだ、あのままなのか、楽しみなところになってきましたね。でもね、ワンチャンうまくいけば、なんとなくね、マキと仲直りできるような気がするんだよね。いや、コメ欄の方でも、もう仲直りしたいとか、もう仲直りした方がいいっていうコメントがたくさんあったので、ポコさん、頑張ってください、今日は。いやー、なんか、マキとさ、仲直りっていうか、もういじめとかなくなったら、めちゃくちゃ楽になんじゃないかな。ん？あ、ポンコだって。何？もしかして、昨日の話のことかな？どうしました？昨日、サナエとシンタ話して決まったことの報告じゃ。あー、確かに、でも気になるかもしんない。確かに、桜学校では教師同士の恋愛は禁止しておる。だけど、教師にもプライベートってものもあるだろうから、恋愛することは OK にした。だが、学校では一切関わるなとだけ伝えた。ああ、そういうことね。恋愛は OK なんだけど、学校では例えばさ、ほら、保健室でちょっとやらしいことをしてたじゃない？あと階段とかで。そういうのは禁止にするけど、恋愛自体はしていいよってことになったらしい。そうなったんですね。それと、マキさんのセクハラについてなんだが、なんかもうそこの方が多分一番でかくない？別にさ、恋愛するしないはさ、そんな自由なわけじゃん？犯罪じゃないわけだよ、恋愛することは。この話の感じ、クビにはなってなさそうだけど。すまない。きっとマキさんの希望に応えることが難しく、クビにさせるとか、罰を与えるとかがなかなかできなくての、あんな徹底的な写真があるのにですか？そうなんだ。何を言っても認めなくて。あれはお金を欲しさにやられたんだ。と、うわぁ、めっちゃ言い訳してんじゃん。わしもあれは完全に芯が悪いと思っておる。いや、あれ誰が見てもそう思うでしょ。このことはマキには伝えたんですか？ああ、伝えた。マキさんをサポートしてあげてくれ。うわぁ、それはどうしよっかなぁ。わかりました。どうしよっかなぁって感じだけどさ。まぁ、今日のマキの態度見てかな。うん、そうしよう。今日のマキの態度見て、なんかやっぱりダメなんだこいつと思ったら助けないからな、私。やっぱり対応見てかな。うん、スマホ触ってんね。スマホ触ってるってことで元気なんじゃないのか。おはようございまーす。よし。マキスマホ触ってるね。でもちゃんと話は聞いたみたいだからね。シン先生は何も罰も与えることができませんっていうのを。でも罰与えて欲しかったよね。さすがに気持ち悪いよね。だってあんなんさ、放っておいたらまた同じ手を使ってやってくる可能性あるよ。あ、来ました今話題の。今私のチャンネルで話題の炎上中の、サナエ先生。あら、ポンコどうしたの？眠たいのかな？もうサナエの声なんて聞きたくないみたいな感じかな。まあ、下駄箱にね、あんな汚いゴミ一本置かれたらさ、嫌になってくるよね、さすがに。あ、マキもじゃん見て見てみんな。マキもふにゃーんってなってる。ふみえちゃんもふにゃん。ポンコ？なんかサナエがいるよ。ポンコさん、寝ないでください。マキさん、あなたも起きなさい！なんかめっちゃイライラしてるじゃん。おい、すみません。ポンコとマキ、廊下に立て！なんでふみえには言わないの？意味わかんなくない？なんでさ、ポンコとマキなの？ふみえは寝てたんですけど。早くしなさい！怖い、連れてかれてる、助けてみんな。なんで喜んでんのうち。いい加減にしなさい。変なところばっかり一生懸命になって、それぐらい真面目に授業受けろ。いや、サナエめっちゃ怒ってんだけど今日。はい、すみません。ずっとそこに立ってなさい。ってことで、廊下に立たされた二人です。あのさ、ふみえちゃん寝てたくない？ちょ、それさ、マキと話そうよ。何や、あいつ。昨日の私たちにやり返してもしてるつもりなのかしら。だってさ、ふみえも寝てたのを私見たよ。それなりに怒られて廊下に立たされたのは私たちだけって、完全にそういうことじゃない。もうやだよ。ストレスばっかり。あ、ポンコ。いや、ストレスに殺されそうっていうのはそういうことだよね。でも見てよ、このマキのなんか、平然とした顔。別に気にしなくていいんじゃないみたいな顔。泣くほど？こんなこと言うのもだけどさ、あんたこれ以上に散々私にされてきて、こんなレベルで泣くとか、なんでよ。確かになんでこんなレベルで泣いてんだ。
いや、でもさ、割とね、嫌がらされるとか、友達だと、なんかぶっちゃけどうでもよくなんだけどさ、うち実際ね、先生に、なんかいじめられてた、いじめっていうのかな、なんかとにかく嫌がらせがすごくて、小学生の頃が。だからね、ちょっと気持ちわかるんだけど、友達と違うよね。結構嫌がらされるっていうその気持ちが。先生って、まあ、要するに学校の中ではさ、上の存在のわけじゃん。なんか従わないといけないみたいな。だから、多分その圧で、うち結構やられたのかなと思う。なんか怖いんだよね。いや、だって、この先怖いなって、なんとかなるわよ。だけど、一番怖いのがさ、サナエの後ろに新先生がいること。仮に私たちがサナエ先生何かをしたら、新先生は黙っているはずがない。ってことは、やられっぱなしになれってこと。うわぁ、やり返しせずにもうサナエの思うがままに私たちはならないといけないの。で、何？パンツ脱いやつったらパンツ脱がないといけないの、教室の前で。やばくない？そうよ。それに、犯罪を犯した新先生ですら、なかったことにされてる。なおさら、今回のことを言ったところで何も変わらないのよ。確かに、今回の廊下に関してはさ、なんか当たり前なことだろうって言われそうだもんね。なんか、ま、寝る方が悪いじゃん、ぶっちゃけ。だけど、なんかちょっと理不尽なところあるよねって話だよね。それにさ、うわ、なんか来たよ。戻ってこい。なんなん、その顔。ね、なんなの、本当に。何、その顔。怖いんだけど。はい。なんか怖くない？この角度。なんかバカ怖くない？この角度。なんかなんていうか鬼がみたいな。戻るか、じゃあ。戻ったけど。まあでもみんな起きてるな、やっぱり。サナエの隣で。私も廊下に立たされたらどうしようつってみんな戻ったんだね。フメちゃん起きてんもんね。大丈夫。キムタチが寝ててもね、サナエ先生はね、私たち以外廊下に立たせないから。いや、怖いぞー、これみんな。これから何が起こるかわかんないよ。先生と来たら、もう私が今まで刺されてきた実弾も混ぜちゃおっかな。やばいよ、うち先生にされてきたことさ、やばいよ。やってあげよっか、作詞目で。ただ、給食機能ってないからな、作詞目って。給食機能があればいいんだけど、ないからできない。給食がね、一番ひどかったかな。あと、卒業。卒業の話はね、ぜひみんなにしたい。やばいよ。多分、吹っ飛ぶと思う。え、マジそんなことあったのって。うち、暴露したいもん。え、でも一回どっかで言ってんだよな。それもぜひやりたいね、実は。ちょっと変えて。やばいよ、ほんとに。復習したいもん。お、体育だ、次。なにこの圧。マキ、早く行こうよ、一緒に。何この圧、怖くない？え、怖いんだけど。やばくね、あいつの圧。いや、それな。次、体育だもんね。怖っ。見た？今のみんな。あの圧。うちらがさ、教室からさ、出てこうとした時のあの顔。じーって。なんか、本当に、殺意を感じるよね、あの目に。早く消えろみたいな。うわ、生徒に対していい大人が、もう本当にその言葉なの、うちが小学生の頃。いい大人が、子供に対して何やってんだって。マジ、本当にそのまんま。え、みんななかった？てかさ、嫌がらせとか、それよりもさ、なんだろう。なんつうの、まだなんか本当、弱の弱ぐらいのレベルでさ、先生のお気に入りと、お気に入りじゃない生徒の、なんていうの、非議じゃないけどさ、その扱い方？接し方？なんか違う時ない？え、違う人ない？経験ある？なんか先生のお気に入りの人ってめちゃくちゃね、成績が良かったりとか、あと勉強を教えたりとかさ、本当にめ、なんかね、優しいの。普通に優しい。いっぱい話してるし。で、笑うし。でもさ、お気に入りじゃない、なんか私たちがさ、行ったらさ、なんかブスッとされるじゃん。はい、はい、みたいな。そうですね。頑張ってください、みたいな。で、成績悪いし。ちゃんと学校登校してんのにだよ。1つけられたんだから、成績に。え、ないよ、そういう時。なかった。なんか、お気にとお気にじゃないみたいな基準あるよね、先生って。今の時代はないのかな？なんか、うちが小学生とか中学生の頃はね、普通にあったね。とにかく、お気にの人はね、めちゃくちゃよくされてんの、先生に。で、先生があんまり好きじゃない生徒は、本当によくされないの。あれ、やだったな、マジで。
ちょっと先生エピソードだけはね、うちね、ほんとみんなと語れるから、みんななんか先生で、嫌なことあったら教えて、コメント欄で共感し合おう。じゃあ着替えよう。あれ？どうした？どうした？同じこと言ったの。私の体操服がないんだけど、確実に持ってきたのに、教室に忘れてきたとか？教室？このバッグにしか体操服入れないわよ。もしかして、うわ、待って！サナエ先生体操服盗んだ！待ってよ。私のもない。